すぐ忘れちゃうの。いやだから本当にそこが俺はもう嫌い。いやだから考えるんだよ。俺翔吾との思い出も正直全く覚えてないし、で彼女とかとの思い出もないよな。全然覚えてないの。なんでこれ忘れちゃうの。なんで。わかんない。信じらんないよな。こんな明るいやつが人に興味ないんだもんね。うん、そう俺マジで全く人に興味がないのよ。神とか好きなのは神様でしょ。そう。で、ここにいるスタッフさん、あと翔吾、うん、もう一つも興味ない。一つもこの中にいる人たちに興味がない。興味がないんだもんな。親族、血が繋がってない人に興味が持てない。昔の人だよね。藤原の道長とかの考え方してる。平安とかの考え方。平安の。いや、俺ね、だからこれは一個すっごい悩みなのよ、やっぱり。